カナディア CL-84 カナダ航空宇宙博物館に展示されている CL-84 の試作1号機カナディア CL-84 は王立カナダ空軍が開発した VTOL 実験機である。愛称はダイナバートでダイナミックとバーティカルを組み合わせた造語と思われる。2機のエンジンのついた主翼を100度の角度まで変化させることができるティルトウィング方式の垂直離着陸機で、主翼の他に垂直方向に推力を発生させるテールローターを装備している。操縦系統は通常の航空機と同じで、水平飛行中は3打で操縦されるが、ホバリング時はテールローターでピッチを、左右のプロペラでバンクを、左右のフラッペロンで揚をコントロールするようになっており、ホバリング時でも水平飛行時と全く同じ感覚で、操縦できるようになっていた。また、安定増強システムが組み込まれたことにより、手放しでもホバリングが可能なほど優れた安定性を発揮した。乗員はパイロット2名のほか、軍用評価に備えて最大12名の人員を乗せることも可能だった。1963年に試作が決定してからわずか2年足らずで試作1号機が完成し、1965年5月7日にホバリングにより初飛行。同年12月に水平飛行で離陸を行い、1966年にホバリングから水平飛行への転換に成功した。試作1号機は306回目のテスト飛行中に突如コントロールを失い墜落したが、パイロット2名は射出座席で脱出し助かった。原因は片方のプロペラの故障と推測された。その後、胴体の延長やエンジンの強化などの改良が施された CL-84 から1が3機が製造され、アメリカ海軍の強襲揚陸艦グアムで乗り、着艦試験やペンタゴンの前に用意された離着陸場での VTOL デモンストレーションなど、1974年までアメリカで種々のテストが行われた。カナディアは CL-84 を原型としたガンシップや軽輸送機をカナダやアメリカなどに売り込んだが、ヘリコプターに対する優位性を必ずしも証明できなかったために本格的に量産されることはなかった。ありがとうございます。